鹿児島ユナイテッド FC オウンリーダーの田辺豊です。今日はですね、こちらをちょっと作ってみまして、ユナチューブ宿題足技チャレンジ企画っていう企画書をちょっと自分で作ってみまして、クラブの方に掛け合って、なんとこれが OK が出てですね、今日ちょっとグランドの方に、来ております。今ちょっと練習中なんですけど、練習終わりに、選手もう決めずに来てます。やってくれるそうな選手をこう見つけて、足技プロの技を見せてもらって、皆さんにもチャレンジしてもらおうという、子供さんだけじゃないですよ、子供から大人まで皆さんにチャレンジしてもらって、そうですね、僕の理想を言えば皆さんがチャレンジをしている動画とか送ってもらったりしたらすごく嬉しいなと思います。それでは早速練習を見ながら誰にチャレンジしてもらおうかなっていうのをちょっと探りながら行っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。おー、素晴らしい。早速ですけど、練習終わりの和田亮選手、背番号10番和田亮選手に来ていただきました。今日は先ほどご紹介した通り、皆さんに宿題ということで、和田亮選手から出してもらうんですけど、その前にちょっとご紹介とちょっとインタビューさせてください。FC 琉球から、昨年ユナイテッド FC に、加入してくれました。ちっちゃな時の、夢は何ですか？いや、もうサッカー選手。サッカー選手、もうそれしか、それしかなれると思ってました。それを意識した上でよくやってたこととか、どんな練習をしてました？毎日練習っていう思わないぐらい、もう毎日ボール持って遊びに行ってます。サッカーが遊びに行って、常に1日は。あ、キャプテン翼的な感じね。ボールは公園にボール持っていくとか。そうなんですよ。で、和田選手は遠征とかキャンプとかあるじゃないですか。言っていいですか？いいっすよ。チームに一球ボール借りていいですかって言って食事以外ね、食事以外の時間ボールと一緒に過ごしてるっていうね。それぐらいこうボールと話ができるっていう、ね、でしょ？それは田野さんが言ってるだけです。ボールは話ができる、ボールの気持ちが分かる、話ができる。でも本当それぐらいボールと一緒にいる選手で、ちびっこのみんな、こういう選手目指してくださいよ。ボールと友達ですからね。じゃあ早速ですけど、チャレンジをいいですか？はい、お願いします。足技チャレンジ。フィニッシュです。ポイントを説明してください。ヒッティングしたボールをタイミングよく足で挟む。どことどこら辺に？お尻の下ら辺、かかとと、かかとのこのくぼみありますよね、くぼみ、はい、とお尻のこの付け根のとこ、ここで綺麗に挟んでますね、うん、で、ここから上げるときは勢いを使って、あ、振り上げるようにね。なるほど、はい。ちびっこから大人まで見てると思うんで、これできたらまたちょっと1個上のグレードアップを提出するんで。お、これまだレベル1らしいんで、はい、ですね。まずこれをチャレンジしてもらって、できたよーなんていう動画をまた送ってもらえたら、和田選手にも見せようかなと思うので、そしたらステップ2を、あ、ステップ2、次レベル2をまた出してくれるみたいなんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。2人目の選手が来ていただきました。藤原幸太郎選手です。よろしくお願いします。まあ、徳島ボルティスから栃木 SC で、さ、今年から、鹿児島ユナイテッド FC に入っていただきました。ちっちゃな時にこう夢は？小さい時ですか？はいはい。あ、でもなんかサッカーに携わりたい仕事はしたいなとは思ってました。あ、選手に限らず、はい、へ、小さい時はそういうふうに思ってましたね。なるほど。プロの道がだんだん見えてきて、はい、日々こう意識してたことというか、練習とかもそうですし、その練習の姿勢だったり、うん、プレーの質っていうのは、まあ、その辺を自分でこう向上心を持ちながらやってましたね。どうやったらプロになれますか？どうやったら、はい、可能性的に なれそうですか？やっぱ一番は、まあ、やっぱスピードとか
足あのでかい人じゃない人とかは、はいはい、頭使ってプレーすることが大事かなと。身体能力高くなかったので、はいはい、まあいろんなサッカー見てとか勉強して今見れるじゃないですか。そうですね、ダゾーンで。まさにこの YouTube でも見れますからねで早速なんですけど、足技を一つ皆さんに宿題ということで、見せてもらおうかなと思います。いいですか、はい、お願いします。はい、お願いします。ナイスキーパー。わお、ナイスキーパー。じゃあ、ポイントを、はい、聞いていきたいと思います。まずは足の裏でボール転がす、はい、転がす、こっちの、まあ、この辺に当てて、はい、浮かす、はい、浮かしてまた打つ。小学生向け、はい、頑張ってください。ぜひチャレンジしてください。大人もやっていいんですね。はい、じゃあ、ここ見てらっしゃる方にちょっと一言だけ最後お願いします。そうですね、で、リーグ戦延期になっちゃってますけど、僕たちも早くやりたいっていう気持ちが強いので、開幕戦を楽しみにしてください。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちら中原修斗選手で、足技といったらもう中原、五稜、この2選手から、あと竹本選手もいるんですけど、はい、子供たちに宿題として見せられる技をちょっとお願いしてもいいですか。そうなるよな。おい、惜しい。え、吸い付いてるね。なんすか、ちょ、もう一回ですか。ですごい。じゃあポイントをちょっと左の膝でこうクッションする、はいはい、なるほど、こうボールと同じタイミングでこう沈んで上げるっていう、はいはい、なるほど、はい、すごいですね。さあもう一個ぐらいないですか、なんか違うの。もう一個、二つ目ちょっと見せてもらいます。いやいや、さらっとやってますけど、はい、結構難しいですよ。見てる方にメッセージを。毎日積み重ねれば必ずできるので、はい、頑張ってください。いやいや、全然いいんだよ。ありがとうございました。うちのキャプテンの、竹本選手にちょっと足技を見せてもらおうかな。皆さんに対して宿題ですかね、ぜひチャレンジしてください。竹本さんもうセレッソ大阪一筋で、昨年から犬にもリフティング教えたこと、犬にもリフティング教えたというね、シャゲさんですけど、家の中でやる、家の中でもいいですし、お庭とかどこでもできるような。じゃあとりあえず家の中の一つ、家の中行こうか。家の中の一つ、じゃあ素足で、裸足で裸足でね、裸足でやる足を。お願いします。やば。これは素足で。あと、じゃあちょっと広場で、ちょっと広い場所でできる。はい。お願いします。あれだ、あれだ。うわ。あれだ、あれだ。うわー、これちょっと広がる。全然綺麗に練習します僕は。全然綺麗に練習します僕は。
然綺麗に編集します、僕は。これはもう、すごい、でも。だけど、初めてやってもできへんから、はい、何回も何回もやって、できるようになるな。はい、ました。もう練習練習練習繰り返しってことで、だんだんできなくなってきたらほんまおもろになってくるから。なるほど。他の技にもチャレンジして。とりあえずこれまあ3日間ぐらいで3日間ぐらいで無理です。無理じゃないか、無理って言ったらダメだ。1個目のコツはこれのあ、コツね、コツ。あとは蹴るだけ。要は、はい、引いて、はい、ここで上げるから。はい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 。ここにこうグッとこう下からスライドさせて上に。なるほど。じゃあ2つ目の。2つ目はね、はい、首乗せて。もうまずもう、まあ、首乗せるのも、まあ、まずそれがちょっと難しそうですけど、乗せるの、まあ、乗せて、ここは手が、はいはいはい、こうやってで、あ、こうですね。あ、くぼみを作るわけですね。そうそうそう、はいはい、やっぱこうなってたら丸まっちゃってるから、はいはい、こうくぼみを作って体のどこら辺に来たかなっていうのを意識しながら、もう感覚ですね。感覚でこう、ヒールで前に。すごい。3つ目は3つ目はね、挟みましたよね。そうそう、こういう、こう回すやつもあるけど、それをさらっとやりますからね。この、慣習で止めて、すごい。これね、案外簡単やから。マジっすか。回すより簡単かも。じゃあ、子供たちにちょっと、多分、プロ目指したり、うちを応援してくれてる子供たち見てると思うんで。もうけど、もう今ね、こんな状況やけど、はい、自分らが、タノとかも子供の時とかね、家とか、家の近所でね、はい、こういう、こう一人でもできる練習とか、おもろいと思ってやってたから、あ、うん、まあ、その時間が、ちょっと今、多めにあるっていう感じなんで。なるほど。ちゃんとこう、ボールと向き合って。ボールと向き合う。うん、で楽しんで、やってほしいなと思います。いやありがとうございます。もう貴重な言葉を。いやいやいや。頑張ってください。ありがとうございました。疲れてるところ。はい、ありがとうございます。先ほど選手でした。来ました。ギャラなんぼ？はい。ギャラなんぼ。はい、ということで、今日は鹿児島ユナイテッド FC の、練習後の選手たちに、皆さんに宿題ということで、足技をたくさん見せていただきましたが、皆さん言ってたように、ボールと一緒に過ごす時間というのがすごく大事みたいに、あとはサッカーを楽しむとか、ぜひぜひ、チャレンジしてもらって、サッカーをもっと大好きになってもらって、楽しんでもらって、この休みの期間を過ごしてもらえればなと。この休みがあったからこう自分が上手くなれた、上達できたっていうのも全然あると思うので、ぜひこういう時間をうまく使ってチャレンジしてみてください。見ていただきありがとうございました。